だポスターとか商品とかはあるので、ぜひ来た際には写真撮ってインスタとかアップしていただけたらなと思ってます。ということで改めて再販決定したということで、商品の紹介を改めてしていきたいなと思います。はい、買ってもらいますね。ちょっと待ってください。あ、映っちゃったか。はい、ちなみに今日のこんな感じです。コラボの T シャツ M サイズを着用してます。で、153cm でちょうどショーパンが見えないぐらいですね。なのでメンズの方でも着ていただけるかなと思います。これ白透けてないですよね。全然透けてない。全然透けてないので、みんな気になる方は気をつけていただきたいんですけど、そんなに気をつけなくても意外と大丈夫かなと思います。はい、なので先に T シャツやろうかね。で、ちょうど白着てるんですけど、これの黒バージョンですね。これが M サイズだから一緒か。 L サイズだと、あ、L サイズがなくなったのか。そうですね、もう完売してます。 L サイズがそう完売したので、黒は L サイズはないんですけど、白だったら L サイズがまだ少し在庫があるみたいだったので、 L サイズが希望の方はぜひ白をチェックしていただけたらなと思います。で、今私が持っている黒のバッグですね。これ本当に便利で、私普段めっちゃ愛用してて、水筒とペットボトル2つ無理やり入れても形全然崩れなくて、今すごい暑いじゃないですか。だから水分補給大事だなと思うので、ぜひペットボトルをちゃんと入れて持ち運んでいただきたいですし、なのにこのサイズ感ですごいおしゃれに使えるので、本当にこれはおすすめです。私も毎日1つずつぐらい欲しいなと思ってます。それぐらい本当に愛用してます。これの白バージョンもあって、これですね。これも付け外しができるんです。黒はパールですね。で、パールだけで持ってるメンバーの子もいたし、チェーンだけで持ってる くれている子もいて、ファンの方は結構これどっちもつけて贅沢使いみたいにしてる子が多かったんですけど、全然シーンだったり自分の気分に合わせて付け外しして楽しんでいただけたらなと思います。の白バージョンはこんな感じですね。で、これも本当に水筒もペットボトルも入るし、いっぱい入れても本当に型崩れしないので、そこはすごいこだわった部分でもあるので、そこは心配なく使っていただけますし、友達もこれ買ってくれて、白を使ってくれてるところを隣にいて、ちょうどたまたまなんかこぼしたんです、ここの上にね。そしたら拭いたらすぐ取れたので、白でも汚れが気になるっていう方もたくさんいると思うんですけど、意外とちゃんとしたレザーでもあるので、なんか拭いたりしてもらえればすぐ汚れが落ちるかなと思うので、汚れは心配ないかなと思います。なので夏は絶対白もおすすめです。はい、こんな感じですね。バッグと T シャツ。で、続きまして、私も今ピアスつけてるんですけど、今回はこういうピアスを作りました。これは 2way で、私はこっち側を前にしてるんですけど、写真だと、パールを前にしてますね。そう、写真だとパールを前にすることが多くて、今回衣装さんも、スタイリストさんも いてくれて写真撮影したんですけど、なんか結構パールが前でこういうデザインが珍しくて、絶対パールの方がいいよって言ってくれて、撮影の時はパールを前にしたんですけど、私は結構このゴツめのゴールドの、しかもこのなんだろう、ヴィンテージ加工されたようなすごい年代、90年代っぽいようなゴツめのアクセサリーが可愛いなと思って、自分も個人的にこういうアイテムが欲しくて、なかなか探してもなかったから作ったアイテムでもあるので、なんかこれは私のお気に入りでもあって、なんかすごいおすすめです。存在感もあるのでパッと華やかになるかなと思います。
今日つけてきたんですけど、こうやってなんか重ね付けしてくれてもいいかなと思って今回はこうしてつけてきました。で、前回の時はこうパールを前にして後ろを長くしてこう垂らしても可愛いですねっていう話を言ったんですけど、これって全然どこにでもつけれるように調節してあるので、こうチェーンを前に持ってきて真ん中でもいいし、そうじゃなくちょっと横にずらしてここからちょっと垂れてるみたいな感じでも可愛いかなと思うので、それもなんか自分の気分に合わせて、あと洋服だったりとかにも合わせて使っていただけたらなと思います。パールのネックレスはこんな感じです、はい。でこれなんだっけ、マスクホルダーっていう名前だったっけ、マスクホルダーです。でこれは、今マスクをつけるのが当たり前じゃないですか。でマスクをつけた時に、先にマスクをちょっとしよう、マスクです。これは T シャツと同じデザインで作ったんですけど、私も今日つけてきて、この間マスクこれホルダーをした状態でつけてたので、今回はマスクだけを使ってます。でこういう感じでマスクは結構洗って使える素材なので、清潔に保って使っていただけるかなと思います。でデザインも使いやすい感じになっていて、一応これが24カラッツさやかって書いてあります、はい。でこうやってマスクを使うのが当たり前なので、マスクホルダーを作りたいなと思って、でっていうのも、やっぱりマスクってどこにでも置いちゃうとすごい清潔感が保てなかったり、菌を他の人のをもらったり移したりする可能性が高くなるので、マスクホルダーはすごい持ってても便利だなと思ったんですけど、今回これが 2way で、マスクをつけない時期が来た時でも使えるように、メガネチェーンにでも使えるように作りました。はい、ここがそうですね。だからここに通してもらってメガネをこうつけた時に垂らすか、もしくはこうやって後ろからこうなるか、でメガネを外す時もこうやってマスクが使ってる時みたいにこうアクセサリー感覚で使っていただけるので、これもおすすめです。はい、てな感じですかね。でそうですね、昨日ご連絡いただいた時に少しずつ在庫が限りがあるものが出てきているみたいだったので、ぜひ気になるアイテムがある方は早めにチェックしていただけたらなと思います。ぐらいかな。質問です。バッグ肩痛くないですか？バッグね、これでもすごい軽い素材じゃなくて、このちょっと 重さはあるんですよ。でも重さがあることによってなんか安っぽくもならないし、すごい本当にこのレザーもすごいいいレザーなので、本当にクオリティが高いびっくりするぐらいの、はい、バッグになっていますし、私はこう肩掛けすることが多いので意外と重さを感じない。これにプラス水筒もペットボトルも入れたりして結構重さはかさばるんですけど、でも全然重くなくて普通に歩いてたりもするので全然私は気にならないです。ただ、まあ、個人差はあるかなと思います。マスクホルダーどうやってマスクにつけますかって。マスクホルダーは私のでいいですか？すごいシワシワになって。これ一応メガネホルダー、メガネチェーンで使えるようにメガネ用でここのやつついてあるんですけど、マスクホルダーはこれ使わないのでここを取ってもらうか、別に取らずにつけた状態でも気にならなければその状態で、私は多分どこでもいいんですけどここにつける人もいるんですけど、このマスクが結構調節できるマスクでどなたでも使えるようになっているので、私はこの調節した部分に、こうやってつけて、
客もそうですね。客もそうで、ここにつけて、で、こういう感じです。こういう感じでつけてます。大丈夫かな。あとはこういう感じですね。で、使わないときはこうやって垂らす。てな感じです、はい。ネックレス、メンズでもつけれますか？つけれると思います。ぜひ、すごいおしゃれ、多分難易度は高いと思うんですよ、パールだから。でも、最近ってパールをつけてる男性ってすごいかっこいいなと思うので、ぜひ難易度高いと思うんですけど、使っていただけたら嬉しいなと思います。おしゃれに着こなしてほしいです。使いこなしてほしいです。バッグの中のデザインとかなんかありますか？バッグの中のデザインは、全部真っ黒ですね、うん、真っ黒で、一応ここに24カラーって入っていて、で、サイズ感も意外とちっちゃめなので、ポケットもなくガバッと使えるサイズですし、本当にここすごい開くので全部物が見えるんですよ。そこがすごいポイントです。で、ちなみに白も中は黒になっています。これ本当に便利です。これ本当に便利です。おすすめくらいかな。あと何かあります。くらい。T シャツとかはあれですよね、オンでもオフでも使えるので、うん、一つ持っておくにいいかなと思います。使いやすい。はい、くらい、くらいかな。ということで、再販スタートしたということで、こうやって来させていただいたんですけど、先ほども言わせていただいたので重複するかと思うんですけど、本当に、数に限りがあって、少しずつソールドアウトの商品も出てきていたりするので、ぜひ気になるアイテムがあったら早めにチェックしていただけたら嬉しいです。あとこの後ハピネスで居酒屋エクザイルにも行かせていただくので、近くにいる方は遊びに来ていただけたら嬉しいですし、またインスタライブできたらなと思います。はい、ありがとうございました。